品質管理業務で不良分析のツールで管理図というのがあるらしいがよくわからない具体的にどうまとめていけばいいのかわからない教科書的な意味だけじゃ腹落ちしないといったことはないでしょうかこの動画では管理図って何具体的な作成方法は実務でどう使えばいいのといったことを解説していきます 早速ですが具体例として工場にて金属の棒を切断する工程を考えてみます。求められる金属棒の長さは 100mm とします製品の使用上生産される金属棒の長さは 100.0+0.5mm の範囲になければなりません。品質のばらつきを評価するために順番にデータを収集していたとします。 さて実際に100本分のデータを収集した結果がこの表のようだったとしますこのままでは何が何だかよくわかりませんそこでこのデータを視覚化する方法として管理図がありますいきなりですが管理図の例を示します管理図にもいろいろな種類がありますがここでは XR 管理図というものを紹介します 縦軸は各金属棒の寸法であり、横軸は何個目に加工したものなのかを示しています。加工した製品のデータの平均値も図の中に示しています。ここでデータのぶらつきに注目します。ぶらつきは大きく2種類に分けることができます。1つ目のぶらつきは偶然によるぶらつきです。例えば工作機械が置かれている環境の温度変化、刃物の振動、 加工する材料の微妙な成分の違いなどを制御しきれずどうしても起こってしまうばらつきです。二つ目のばらつきは異常な原因によるばらつきです例えば機械の故障人為的なポカミスなど本来解決すべきものによって起こるばらつきです。異常なばらつきが起こっていないか現在の工程が管理状態にあるかどうかを視覚的に確認するのが管理図。 となります先ほどの例である金属の棒を生産している場合を考えてみます求められる金属棒の長さは 100mm でしたが生産された棒の寸法の平均値が 100mm だったとしますこの時、情報管理限界と下法管理限界というものを定めますこれらは、この範囲内からはみ出したら何かおかしいという範囲を定めるためのものです ここでは標準偏差シグマの3倍である3シグマを用いるとします。つまり平均値 100mm マイナス3シグマより小さな寸法の場合、または平均値 100mm プラス3シグマより大きな寸法の場合は何か異常が発生しているはずだから原因を突け止めようと考えるのです。 なお、製品寸法は正規分布に従うとしますすると正規分布の特性により約99.7%の確率で、製品ばらつきが管理限界内に入ります。また管理限界の区域内であっても例えば情報管理限界付近のデータが多いデータに偏りがあるばらつきが大きすぎるなどの場合にも管理状態が不十分な場合があります。 実際に管理図を作成しようとしてみると、そもそもの分布が正規分布ではないことも多いと思います。そのようなことが原因で、管理できていない状態になっている可能性があります。具体的な例を次に見ていきましょう。まずは例1として、工程のデータが偏っている場合です。例えば、情報管理限界の方に偏ったデータ分布になっていると、 何か異常がが発生している可能性がありますまた例2としてばらつきの幅が大きくなっている場合があります情報管理限界付近から下方管理限界付近に触れたり逆に下方管理限界付近から情報管理限界付近に触れたりとデータがふらふらしている状態も何か異常が発生している可能性があります例1と例2が 組み合合わさったよううな異常状態の場合もあるでしょうそのような状態の管理図の場合何が原因で異常が発生したのか分析してみることが重要となります。情報管理限界と下方管理限界で制限される管理限界がある一方お客さんから定められる品質の範囲があります。 例えば生産される金属棒の長さは100.0プラスマイナス 0.5mm の範囲になければならないなどの交差情報です。ここでは図面上の交差内の区域のことを管理限界と比べるために品質限界と呼びます。今、品質限界が管理限界よりも範囲が狭い場合を考えます。この時 不良率を改善するためには、どうすればいいでしょうか不良率を改善するためには、大きく以下2通りの方法があります。1つは、品質限界の範囲を広げる方法です。例えば、ある部品の寸法のちょっとしたばらつき程度では、性能が変わらないように製品設計を見直すことによって可能となります。 2つ目は管理限界の範囲を狭める方法です工程で発生するばらつきを抑制、すなわち技術力の向上によって可能となる方法です1つ目の方法は実際の加工前の設計段階での検討事項です一方、2つ目の方法は実際に加工する際の検討事項です先ほどの2つの方法について改めてまとめてみます 当たり前のことではありますが、製造業においては材料を工作機械による製作加工や組み立て工程によって製品化します。この時、工場の気温、工作機械の性能、作業者の体調などの不確定要素によって製品の品質にばらつきが発生します。多少のばらつきが出ても製品性能に支障がないように設計段階で工夫をしようというのが、 先ほどの1つ目の考え方1である一方ばらつきの大きさを抑制することによって品質を高めていこうというのが2つ目の考え方2になります。の ① である製品構成や工程設計の工夫というのは基本的には自分たちで制御したり工夫したりできる要素な一方表の2であるばらつきの発生要素は どううししてても自分分たちででは制御できない部分が残ってしまう要素です言い換えると多少のばらつきが出ても製品性能に支障がないように設計段階で工夫をしようというのが1に注目した考え方である一方例えばより精密な加工ができる機械を導入することでばらつきの大きさを抑制することによって品質を高めていこうというのが2に注目した考え方になります。 皆さんがご担当の各製品の製品生産において自分たちで制御できる要素制御できない要素はそれぞれ何なのかをまずは整理してみるのもいいでしょう。一般的に品質管理というともしかしたら2に注目した考え方に偏ってしまうことも時には多いかもしれませんが1に注目してそもそも不良が発生しにくい設計にすることも非常に重要となってきます。 この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先も貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。